じゃあミャンマー語でさあで始まるミャンマー語さあ何さあさあは食べるも塩もミャンマーといえば、うん、塩ってないでしょ、ね、ミャンマーのドリアあれ ギターとかみたいなやつああサインワインねサインワインはいはいはいサインワインああそれ本当にミャンマートラディションねサインワインそっちの方がいいな、はいえ前、私と花、セサワインじゃなくて写真送りましたでしょそう、それもサワインだよ。ああ。使っちゃったじゃん。オーシーでやっぱり、オーシーサワインあかんの。オーシーでやったの、オーシーで。そうそうそう。はい。ああ、でもこれの方がいいかな。センビア有名ね。そう、トラディショナルからね、ミャンマーの本当に。うん。でもサワインの中は全部入ってるかな。オーシーも、オーシーのドーバーとかボンとか。いろいろあるね、はい、サインワインが全部の名前、はい、やったことあるこれない。どっかでできるのかな。田舎には多い。田舎にはお祭り時とかには借りてあれやるね。ショーみたいにやるね。あ、そうなの。田舎でお坊さんやってる。一回ゲストとか一週間のは2週間とかね。お坊さんに なるのお祭り。それは夢でしょ、うん、大事にするでしょ。女の子もね、その時に音楽として使うのね、はい、それはお金持ちの人たちはやるね。高いから。本当に高い。そうなんだ。すごいいいな。なんか見たいね。田舎に行くわ。見れる。 OK、 分かった。田舎行こう。ヤゴとかはあんまり知んないね。場所も狭いからね。田舎だと場所は広いからね。次は金。山のソプロビアムね。金ウィンは。しか出てこないですよね。ヒヒヒヒヒ。どうしたの？ギブアップ。泣く。あれにしよう。はい。金ウィンはにしようか。金ウィンはにしようの。社長したいからいいよ。社長は好きだから。私好きじゃない金ウィンは。あ、そうなの。男だしは好きですけど、女の子だしは。そうなんだ。あんまり人気じゃない。ブローチ。人間はあれですけど、綺麗で。ちょっとオーバーオーバー好きじゃない。うん、あ、綺麗すぎるってこと？綺麗すぎること。それだと私たちは羨ましいからという思うでしょ。ははは。じゃないわ、社長。男たちは好きだね。そうだね。そうです。男の気でつく人はいないの？ケモはみたいにあるのはケナイありますよ。ケナイ前まで。ケナイ。それは上空の中で有名な人ね。超有名。ああ、冗談言う人か。あのコメディアンだね。はい、コメディアンの人の中で有名。ケナイね。タトゥーもいっぱいね、体に。タトゥー。そう、奥さんにもタトゥーいっぱい。はい。そう、奥さんの頭にも。セガはちょっとちっちゃい。そうだね。はい。じゃあ、キンラインに行ってあげよう。二人が好きになったら。いいよ、キムまでいいよ。そうですね。社長好きからいいよ。はい。次は、ユだね。ユ。ユザナ？あ、ユザナじゃん。ユザナ、ああ。あったあったあった、近いとこにあった。ユザナは、花の名前はね。ユザナは。花の名前？花の名前やね。でも最近その花はあまりないから最近。それ人の名前になっちゃった。ああ、そうなんだね。ユザナグループとかね。大きいですよね。ホテルがあったり。こういうレッチすごい。全く同じ写真が送られてきたことにびっくりしてるママは今。でもフェイスボードとか探せるからね。一番最初に出てきたんだろうね、これが。いいね。きれいきれい。うん、これはいいね。レモンの木と同じ。レモンの花と同じ。あ、本当。本当はお花の意味だったんですね。多分、はい、あのお花よりも会社の方が強いね。強いかもしれない。イメージは。まあ、有名な会社ありますか？そうそう、そっちの方がイメージが大きいかな。そうですか。知らない私。知らない。ホテルだけ知ってる。私と今違うところ。あ、ユズナタワーとかユズナホテル。そう、ユズナタワー。ユズナプラザとか。ユズナプラザ。あ、そうか。はい。ユズナプラザ。全部ユズナグループね。あ、それユズナグループですか？え、ミャンマー？ミャンマーだよ。全然知らない。私ミャンマー人じゃないから。ユヤ。何？ユヤ、どうだ、じゃ乗れ。好吧。ユヤ了。
ジュヤは優しいの意味みたいね。ジュヤ。ジュヤ。ジュヤだけは使えないで、ジュヤ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 ジュヤジュヤで。それ優しいの意味を、ミャンマー語で言葉いっぱいあるね。うん、優しいはジュヤで、ジュヤで、でしょ。うん、その中で他のユヤレもあるし、ユヤレ、チナレとか、ミャンノレとか、トエタレとか、それは全部、私の中で全部入ってる。あら、ミャンマー人みんなユヤレ？それは女性に使うかな、ユヤレ。そう。あと、名前はもあるわ、ユヤとか。綺麗でしょ、名前は、ユヤとか。ユヤとか、トエタとか。あのね、日本人の名前で多いんだ、ユヤって。日本人にもありますか？あるある。あ、ユヤコ。それ男？男。ミャンマーはユヤだと女性だよ。はい、男にユヤとおかまみたいな。おかまになっちゃう。かわいそうやな、ユヤミャンマー来たら。しかも、男性のユヤさんでも優しいっていう感じ使ったりしますよね。ね、そうそう。ミャンマーも同じか。それは一緒ね、そうそう。はい、意味は。日本から来た人がユヤさんだった時に笑ってダメだよ、絶対。誰ですか？でも今社長教えたから笑わないわ。でも教えない時はすぐ笑うかもしれない。そうだね、よかった、教えといて。ゆうやです。え、ゆうやですか。とか言って。ちょっと失礼。今僕二人はゆうやの名前を言ってすっと笑っている。はい、忘れないと。なんかさ、はい、ちょっと話それるけどさ、日本人って前言ったかもしれないけどさ、名前を間違えることって失礼なのね。そうですか、日本人は。そう、日本人は。だから漢字、あの、はい、たまに聞かれるんだけどさ、例えばゆうやさんってどんな漢字ですかって聞かれてもママわからないのよ、いっぱいあるから。はい、はい、いろんな漢字があるからね。だからひらがなで送りなさいって前誰かに言ったんだけど、あの、適当に書いちゃうと失礼じゃないですか。まあ、日本人同士でやったらもう完全にアウトだと思ってるんですね、私は。うん、だからそう、ミャンマーってそういうのある？うん、今はあまり気にしない。まあ、そうか、漢字があるからな、そう、そうするのかな。あとで、私みたいな名前、私はジェンね。ジェンにはね、社長と分かるかな。ヤガオとヤベラあるね。ヤ2つあるからね。そうです。はい、だから、ヤガオ、ヤンガタ、ジェンとかあるから、いつも間違うから、私だと、私分かるから、書く前に、私はヤベラ、ニャレタチェンというね。あとで、ニャタもね、全部と反応とかあるから、ジェンね。はい、子供の時に何回も間違う。私は怒らないですけど、お母さんは怒る。まあ、それはそうやな。つけた人からするとな。でも声は同じよ、ママ。同じ。人は人。発音は同じね。発音同じです、はい。日本人で言うと漢字みたいなもんだね。私も秋っていう漢字変だからさ。あの、昭和の章ですって説明するんですよ、いつも。そうね。うん、そういう感じかな。書き方がちょっと違うよって。僕の名前もね、よく間違えられるんだけど。あ、確かにカズさん一発では出てこなさそうな。いや、まだね、あの、カズナリって難しいね。お二人わかるかな。1に就職の就って書くのね。これね、ほんとみんな覚えてくれない。1回で出てこないですよね。そうそうそう、絶対出てこない。これがちゃんとした名前ね。でもこのナリの部分が難しいから、まあこれはまだいいのよ。これはまだ OK ね。はい、あ、これはいいんですね。こういうの出て、あ、ひどい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 。いっぱい分かんない、何回言う。ひどい。あの、一番下、蹴るっていう字ね。はい。そう、あの、違うんだ。なんか、はい、カズさんってサッカー部ですかとかよく言われるのよね。そんな生まれた頃からサッカーの。サッカーの。仮にそうだったとしても。親のプレッシャーがすごいですよね。ね、めれまっかね、めれやっぱ。無理や、無理やっかな。この泊まり無理られるわ。それ、ミャンマーにもありますよ。私の名前の、なんか、ワトンで、ハス同じで、前も言ってたでしょ。ワッタとかブタとかで、子供の時、冗談で呼ぶね。泣くまで呼ぶ。男たちは、ちょっと、いじめるみたいね。はい。好きな子いじめちゃうみたいな感じなのかな。好きか嫌いがわからない。ハルコが可愛いからみんながいじめとったんやな。え、どうぞ。私私の名前はインジンでしょ、ハナの名前。でも大体はね、あまり知らない人たちはインジンインジンと言った。
エンジンのエンジン、車のエンジン、車のエンジン、車のエンジン。まあそれ関係じゃなくて、ガジヤイン、あとはさらのマウジンとかだい、大体間違い。それその時送りますよ、本当に。あるんやね、どこの国もその。そうですか。エンジンエンジンそれ。あとで悪いのはね、私の名前はね、あれお祈りするとき最後にね、仏教の中で入ってる、うん、音意味とか、うん、はい、土、ね、の意味ね、土、素敵だな、お祈りに入ってる名前って素敵だね。でも土からまあ良くない、みんなはねえねえの足で足で踏んでるから、ね、でもいいだよ、みんなを支えてくれとるんじゃ。そうじゃ、うん、そのためにね、生まれてるみたいんだって占いは私に言ってる。いいよ、私のためはいいじゃないですけど、家族とか周りの人のためはいいですよ、素晴らしい存在じゃない、はるか。ありがとうな、ありがとう、はるか。これからもよろしくお願い、違うかいいよ。本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白かったら高評価を、もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いします。お願いします。それではアンナとハルカとアキとカズでした。バイバイ。